ここは三重県伊賀市八幡町。 全国部落調査とかと同和地区精密調査報告書にも載っている大規模な地方都市労働型部落なんですけども現在ここは市営住宅が740戸戸建てが158戸で合計898戸で人口は大体人からそれで実は去年からこの地区である問題が浮上してましてここの市営住宅に 駐車場があるんですけど、まあ、全部で300区画ちょっとあるんですけどもそこの駐車場はただではなくて月、えー、1500円でその収益がですねどうも折半されて半分が、えー、自治会八幡町の自治会で半分がブラック解放同盟八幡支部に入ってるということが市議会で問題になってるんですね。ここれね調べてみるととともっと、ね、深刻なことが分かって で実はブラック解放同盟支部にその収益が入ってるっていうよりはブラック解放同盟三重県連合会の委員長の松岡さんあの人の個人口座に入ってるんじゃないかということなんですねそれで例によって現地調査したんですけども結構深刻な問題と見られてて複数の人からね本当にこれひどいことだからもう明るみにしてね浄化しないといけないと。 いつまでもこんなことしてたらね、差別なんてなくならないぞと。それで、これがかなり根の深い問題で、実は。もう千九百八十年代に遡ります。もうその頃から、駐車場の収益が。解放同盟に入ってるっていう状態だったんです。もちろん、駐車場の運営っていうのは、市がやるのが筋なんですけども。千九百八十年代に。解放同盟にね。駐車場収益を。 解放運動の資金として提供するとか、まあ、そういう感じの趣旨で市と解放同盟が合意したんですねところがですね市議会議員を兼ねてて結構剛腕だった自治会長が亡くなるとおそらく1990年代だと思うんですけども今度は解放同盟じゃなくて自治会の方にその駐車場の収益を入れるようになったんですね。で駐車場の収益をどんどんこう積み立ててですね貯金するようになったんですね。 それで特措法が生きてた頃童話対策やってた頃っていうのはとにかく童話地区にはどんどんお金が出てたので、まあ、自治会なんかもそれで2002年にいよいよ童話対策を終わるとその後どうしようという話になってそこでですねなぜかですねこの駐車場の収益を解放同盟と 自治会で折半するという話になったんですね。まあ、おそらくはですね、解放同盟にその特措法があるときみたいに、ジャブジャブお金は入んないし、そこで、まあ、ちょっといびつな形にはなるんですけども、その財源としてのこの駐車場収益を使おうということになったんですよね。で、この、そもそもこの駐車場の収益を。 受け取るっていう仕組み自体が解放同盟がまあ、言ってみれば勝ち取ったそういうものなのでまあ、それを取り戻そうという考えでしょうねまあ、それでおかしなことなんですけどもまあ、最初に解放同盟がこれを求めたそうなんですよねまあ、その後伊賀市側の提案で2005年伊賀市と解放同盟と自治会の間で一つの合意ができます、まあ、駐車場の収益を切半するとしかもですね 自治会がそれまでの間ずっと駐車場の収益を貯金してそれが4,000万円ぐらいあったんですけどもその分も解放同盟と自治会で分けるとそれで解放同盟に自治会から実際2,000万円振り込まれたっていうことなんですねところがまあいざそういうことになると自治会の一部の人からむちゃくちゃ反発があってそれで結局何年か後に解放同盟が自治会にお金を戻すんですね2,000万円。ただ それ以降の収益についてはずっと自治会とと解放同盟でですするという仕組みになったわけですそれでこのお金をめぐっていろいろとおかしなことが起きましてまず自治会の方でね、えーまあ、結局4,000万円とさらにね昔公会堂を自前で持っててそれを市に売り渡した時の2,000万円があって合計6,000万円自治会に貯金があったんですけどもその貯金がどんどん減っていくんですねいろんなことに浪費される。バス旅行だだととかか飲み食いだとか さらには市長選挙の時にねその候補に献金されてたりとかですねそれでおかしいぞっていうことでなったんですけどもなんか自治会本来だったら全員総会で物事を決めてたんですけどもそれが急にもう全員総会をやらないっていう話になって言ってみれば、ね、自治会の幹部の独断で物事を決められてそれであまりにもひどいということで全員総会をやるようにしろっていうことでまた裁判になったんですね。 それで、まあ、結果的に、また、全員総会を開くようになったんですけども。結局、あれよ、あれよという間に、自治会の中にあった六千万円も、ほとんどなくなってしまったそうです。で、解放同盟は、解放同盟の側でもおかしくな、おかしなことがあって。毎、毎年ですね、えっと、百万円以上。解放同盟に、その。資金が分配されているはずなのに、解放同盟の八幡支部の。 総会の時に、まあ配られる決算資料になぜか駐車場の収益が書かれてないとそれで実は2015年あたりにすでに開放同盟のの中央本部の方に告発があったそうなんですねその告発の内容っていうのが三重県連委員長兼解放同盟伊賀市八幡支部,の支部長の松岡克美が駐車場の収益を横領していると。 でそれが全く根拠のない話でもないわけですよその八幡町の地元の人が告発しているわけですからでさらに、えー、これ最近私のところに送られてきたものなんですけどもえ実際その松,岡さんに松岡さんの個人口座にですよ100万円が振り込まれてるってその振り込みの受付用紙があるんですね。松岡さんの講座は第三銀行と 解放同盟八幡支部の口座っていうのは銀行にあるわけですだからこれ解放同盟に分配するっていう趣旨なら八幡支部のね105銀行の口座に入れればいいわけでそう松岡さんの第三銀行の口座に入れる必然性というのは全くないわけですね。でなおかつ支部の決算書にも書かれていないとじゃあこれはどう見ても松岡さんが個人がポケットに入れてるっていうことになるじゃないですか。それで実は先月9月 まあ、例の全国部落調査の裁判で松岡さんに対して証人尋問する機会があったんでもうこのことについても聞いてみたんですね。でその駐車場の収益を自治会と解放同盟で分配している件この件についてはもう認めてました今はやめたって言ってましたけど今はやめたっていうことは要はもう今までやってたっていうことなんですね。でこの 横領してたんじゃないですかっていうこともはっきり言ったんですけどもそれについてもね明確には否定しないでそれはなんか特定の党派つまりは共産党が言ってることだみたいなことを言うんですねだから横領というふうにね言われても仕方がないというぐらいの証拠はすでにあるしで松岡さん今解放同盟の支部長で解放同盟三重県連合会の委員長でさらにね最近 えー、伊賀市にはね住民自治協議会という組織があるんですけどもそこのトップも松岡さんなんですよ。えー、ということはもう伊賀市のウェブサイトにねはっきりと松岡さん実名書いてあるんでだからここでちゃんと実実名をを出して事実を指摘してて事指摘ますでこれだけじゃなくて、えー、駐車場の運営をしているのも松岡さんなんだから。 運営すする上でのの経費っていうのがありますよね例えば駐車場だったら草刈りしたりだとか清掃したりだとかあとはまあ新しい区画を作る時はこう慣らしてね砂利を敷き詰めたりとかするんですけどもそういうことで年間に、まあ、多い年多いででは何百万円とう,うに支出されるんですねそれで住民の方から私が聞いてるのはそれは松岡さんとつながりのあるというか、まあ、親しい業者さんもうその実名も聞いてます。 そこに発注しているとだから今その利益は市に返すっていうふうになって、まあ、自治会と解放同盟のを分配するっていうことはなくなったんだけどもその言ってみれば解放同盟イコール松岡さん個人の利権になってるっていう根本的な問題は今も解決されてないと。でこれの何が問題かっていうと他にもいろいろあるそうなんですね。だいいた自治会費を集めずに こういうい、ね、不透明な資金で運営されてる自治会っていうのは八幡町以外にはなないそうなんですねだからやっぱあそこはおかしいと同和地区だからおかしいんだっていうふうに言われてしまうとそういうことでやっぱ住民の方は問題だとと思ってるとそれで公営住宅にはいろんな形でねよそから入ってくる人もいて中には不正入居だったりまたがしだったりするわけですねでそういう人は自治会に入らないとでも車持ってるから駐車場は代は払うんですね。 とということはですね、自治会の会員と自治会の運営費用を負担してる人っていうのが一致してないというねそういう変な状態になってるわけです。だからそのそお金を出す人とね受益者が一致してないからこう自治会の運営がいびつになっていると自治会におかしなことがあってもなかなかそれを言い出す人がいないような無責任な状態が生じてると。 こんなのは八幡町だけであまりにも異常だからちゃんと自治会費をね徴収するようにして正常な状態にしていこうっていうのは特にね若手の人からはそういう声が多いわけですよだけどそれをやろうとしてもできない事情があるさっき言ったようにね八幡町全体で800世帯ぐらいあるんだけどもそのうちね解放同盟ってね30人ぐらいだそうなんですよで実際にね活動してるのはもう両手の指にも入らないぐらいなんじゃないかと。 そんなごく一部に過ぎない解放同盟がですねでトップが委員長だっていうことで市に対して絶大な権力を持ってねで例えば市に関係するような人市の職員だったりそういう人は解放同盟に嫌われると自分の立場も危うくなってしまうとまあ、その結果自治会にしても解放同盟にしてもお金の使い方が相当怪しい状態になるので こういう状態でじゃあ自治会費集めようってなってもどんだけの人がそんな喜んで自治会費を集めてくれるかってことなんですよね下手したらもう自治会が崩壊してしまうんじゃないかとすると解放同盟って何なんですかねこれもうブラック差別解消どころかなんかブラックを出しにしてなんか利権を得てるまあ本当にそれだけじゃないかと思いますその他詳しいことは自転車の記事の方に書いてあるのでぜひそちらもお読みくださいでは 皆さんまた部落田んぼ動画でお会いいたしましょうありがとうございました